皆さん、お元気ですか？タカカチョップの祖父です。今日はね、水素用温度計、ね、水温計ってやつだね。これをご紹介します。これね、100円ショップのダイソーさん、ね。ダイソーさんで売ってたのよ。ねえ。これ、ダイソーさんで売ってる水温計2種類ありまして、このちょっとね、大きいタイプと、あとは細くて、スリムタイプね、最近流行りのね、そのタイプの2種類があって、私はずっとそっちのスリムタイプを使わせていただいたりしてたんですが、ある日そっちが売ってなくて、こっちの大きいのだけ売ってたんで、それを買ってみました。で、普通にまあ使えてるんですが、まあある日メンテナンスをしていた時に、水温計がポロッと取れちゃいました。はい。それで、ちょっとした驚きの機能を見つけてしまったということで、これ非常にね、便利です。で、この後実際にどのような便利機能かということをお見せしようと思います。はい。水素用温度計丸2って書いてあるからね、もしかしたらスリムタイプは丸1なのかもしれないですね。測定範囲0度から43度、水銀不使用、安心ですね。これね、ちょっと下に見える、見えるかな、見えてる、見えてる、これな、粒粒がちょっと入ってるんだけど、これ多分これがキーポイントかな。裏面も見せとこうか。温度計タボメーターっていうんかな。ちょっとよくわかんねえけど、32、ダイソーさん温度計いろいろ売ってますからね、その中の型番32ってことなんでしょうね。お、材質ガラス、ゴム、灯油、ガラス、ゴム、灯油が中ってことなんですかね。ははーね。まあ取り扱い上の注意はこのようになってます。ね、見たい人は一時停止して読んでみてください。はい、こっちもね。はい、メイドインチャイナ。ね、こうやってね、台紙は紙、外装ケースはプラね。で、各自治体に合わせた、ゴミの処理方法で処理してくださいということですね。はい、ということで早速水槽の方に行ってみようと思います。はい、どうぞっと。はい、水槽前にやってきました。はい、この真ん中の水槽でね、ちょっとやってみようかな。あ、これちょっともうちょっとズームしようかな。こんな感じでね。はい、で、水槽用温度計ね、これね。はい、封を開けますよーってね、ベリベリベリってベリベリベリっと剥がれます。はい、取れます。出ましたね。ピント合わないな。見えてる。はい、でまあ早速投入してみます。投入ね、こんな感じでね。この水温計の優れポイント、早速見てみたいと思います。今ね、吸盤で貼り付いてるの、
吸盤で貼り付いてるんだけども、これメンテの時に取れない、ちょっと取れ、はい、取れました。はい、メンテの時にポロリと言っちゃって、はい、ね、見えてる？ほら、まっすぐ浮いてくれるの。これ今ね、裏向いちゃってるけどね、こうやってね、これ優れものです。他の水温計ですと、横にあるねスリムタイプなんかですとね、吸盤取れたら沈んでしまいます。でまた、ああ取るのに手入れないとなみたいなことがあるんですが、この水温計取れちゃっても手を濡らさずに取れるように浮いてくれます。まあ、ちょっとはね、指先ぐらいは濡れるけど、手全部濡らすよりはね、いいんじゃないかなって思いますね。ほら、なんて便利な。ということで、私は随時、順次、高田、稲川、順次、随時、水温計をこれに切り替えようかなって思ってます。ということで、本日は、ダイソーさんの水槽用温度計2、お届けいたしました。またお会いしましょう。さようなら。お元気で。